今回の「Dune」は映画「ちはやふる神の句」の公開を控え、まさに今ブーム到来中の競技かるたにチャレンジ。新年最初の企画ということで、吉田アナ、増井アナ、諸国アナには着物姿でバッチリ決めてもらいました。そして今回の対戦相手は競技かるた大学選手権2連覇中の大阪大学かるた会の皆さん。墨の絵の競技かるたは読手、すなわち読み手が読む上の句を聞いて下の句が書かれた札を相手より早く取ることを競うゲーム。ちはやふる3人がそれぞれ分担して覚えている札を狙うことでなんとか食らいついてはいるものの、背を早見、やはり達人の底力の前に差は開く一方。そこで特別ルールとしてハンデをもらうことに。はい、よいしょ。目隠しいいんですか？達人の動きがあまりにも速いために、なんとアイマスク着用でチャレンジしてもらいます。すると、振りゆくものは我が身なりけり、奥山にも合ってんのそれ。うっそ。競技かるたの選手はやはり暗記が重要ですので、しっかり覚えて、おなかさんしっかり覚えていましたね。すごいね。私にあんまり。アイマスクは効果なし。ということで次のハンデ。お願いします。1メートル。はい。どういう意味ですか？これはですね、現在の位置から1メートル下がっていただいて。はい、これで勝負をしてもらうと。ただ有明の月ぞのこれる巡り合いて。でも今それでは危なかったな。ここにあっても怖いんですもん。いたいた。これやこの。しかしハンデがなくなるとまたまた防戦一方に。ということで、あと1枚取られたらどっちにしても終わりです。特別ハンデキャップルールとしましてですね、尾長さんに後ろを見ていただいて、でそこから、読んで反応してもらうということで、これはハンデになりそうですね。まあこれで勝っても本当に自慢できないんですけどね。ただ距離近いからな。ものによります。衣保守町天の神具山、我が家は宮城鹿像すむ。ショック。というわけでギューンチーム完全敗北。それいりました。でもこの短い時間でもかるたの面白さみたいなちょっと分かった気がするでしょ。分かりましたね。なんかまたリベンジしたいですね。あのね、こんな状況でリベンジってよくいいから。もうちょっと接戦だったら分かるよ。最後に後ろ向かしたんだよみんな。はい、映画「ちはやふる神の句」3月19日公開です。今日の私たちみたいな熱い戦いが見られますので、ぜひ劇場でご覧ください。そんなに熱くなかったけどな。